皆さん、こんにちは。アプシアです。今回は、ラッシュモンコン大学グルムテープ校を紹介します。どうぞ、お楽しみしてください。ラッシュモンコン大学グルムテープ校の中は、3つに分かれています。テクニックグルムテープ、ドピットピムパハメイク、そして、プラナファンタイです。でも、このビデオは2つだけ紹介します。それは、テクニックグルムテープと、ドピットピムパハメイクです。プラナファンタイ語学には、と多い。また、私は生き方を知らないなので、本当に申し訳ございません。まず、バピットピモクマハメクの区画です。バピットピモク区画は、シロム駅から、スワンプイチバまで3条に乗ります。スワンプイチバの中は、いろいろな店がたくさんあり、また遠く離れた家に、学生寮を借りて住む学生寮があります。歩いていくと、左側はバピットピムク区画の学食です。右側のビルは経営学部と教養学部の大学生が勉強する場所です。バピットピムク学食の場所には少し小さい。景色は暖くて気さくです。時々大学生は友達と一緒に本を読むとか、ゲームをするとか、それに宿題をします。会場の場所は会議室があります。例えば、こちらの部屋はプラナンの会議室です。日本工学部のために会議があったら、プラナンの会議室に行います。月あたりのほぼまで歩きを続けると、桜指数の左側が見えます。桜指数に入ると、2つに分かれ、左側は日本工学部の学生が休憩できます。右側は教員室です。桜指数で大学生は日本人の先生と一緒に話しかけるとか、文化交流を話すことができます。次は私の日本語勉強のビールです。ビールの中は少し古いですが、教室の雰囲気は温くて、日本語の勉強のほとんど4回と5回です。このビールの下、近道が見えます。近道を歩くと経営学部が見えます。最上階の経営学部のビルは体育館があります。1年生の時、私は友達と一緒によく行きました。日本語の勉強のビルを歩きながら、小さな料理屋があります。名前は、イケネコカフェ料理屋です。料理が美味しそうですが、私は食べたことがないです。
今はワピとピムク学食からテクニック区画まで歩いています。前は向こう側へ渡る道があります。朝勉強日があったらテクニック区画の前で参加におります。次はテクニック区画を紹介します。テクニック区画の中は広いです。右側は広角部です。こちらは寿司のビルを見えますか？こちらのビルは夏季のビルです。小さなイベントがあればこのビルで会期することになっています。テクニック区画はアマゾンカフェがありますよ。小さくて森みたいなカフェです。そちらはテクニック区画の集めて勉強のビルです。そちらの名前はシャルンパケットビルです。ビルの下の中は学食です。勉強が終わったらすぐに昼ご飯を食べることができます。シャロンパキエビルの向こう側は86というビルです。このビルの下に総務部の大学があります。そしてビルの上は教室です。そちらは理科部のビルです。人生の時こちらのビルに入ったことがあり、ビルの中は綺麗です。理科部のビルの向こう側は運動場です。運動場は広くて毎晩大学生と他の人の近くに住んでいる人は運動します。水曜日、テクニック区画の後ろで市場があります。いろいろな店があり、とても美味しそうです。こちらはテクニック区画の後ろです。歩くと BTS に乗り換えることができる VIP バスがあります。ではラショモンコン大学グルーテープ校の案内を紹介するはこれで終わります。皆さんは見てくださってありがとうございました。